さん、こんにちは。今日は2020年3月11日金曜日でございます。私はね、今ね、京王線の高尾山口駅に来ております。そして明日3月12日の土曜日にはね、京王線をはじめ各路線でね、ダイヤ改正が行われます。そして明日のダイヤ改正ではね、京王線ではね、21年間走り続けたね、日本唯一の種別準特急がね、消滅するってことでね、結構話題になってるんですがね、今回はね、高尾山口を発車するね、最後の準特急に乗っていきたいと思います。で、これ今の情報は確かね、11時15分ぐらいだったと思うんですがね、平日のね、高尾山口を発車する最初の準特急っていうのはね、11時38分発のね、準特急が最終なんですね。もう結構これ早め。でね、今回ね、その11時38分発、準特急新宿駅に乗っていきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。それは私はホームまでやってきました。その電光掲示板にはね、もうね、私が今回乗る11時38分発の準特急の表示がね、出ていました。今回ね、11時38分発の準特急新宿駅に乗っていきたいと思います。もう高尾山口で準特急って見られるのはね、これが最後ですからね。これ以降、高尾山口を発車する準特急っていうのはね、ありません。まあ、もしかしたら、高尾山口駅の準特急ね、まだもうちょっと走るかもしれませんがね、高尾山口を発車する準特急っていうのはね、正真正銘、これが最後。これ以降はね、もう一生ね、準特急っていうのはね、高尾山口を発車することはね、まあ、ないと思われます。そこはホームにある路線図なんですかね。路線図ではね、もうこれね、ダイヤ改正以降のもの、つまりはこう準特急がこう消されていました。またこれ、鈴木電車のこう停車駅案内のところにはね、これね、ケーブルライナーに加えね、こうマウント高尾号がね、こう付け加えられています。これね、マウント高尾号っていうのはね、今まではこう臨時のライナーだったんですね。これね、ダイヤ改正以降はね、こう定期のライナーにね、こう格上げされるんですね。ではね、もうこう準特急がやってくるのをね、こう待ちたいと思います。そのまま列車がやってくるみたいですよ。そこ、奥から列車がやってきました。そして記念すべき最後のね、高尾山口を発車する準特急に使われている車両はね、京王の7000系でした。いや、でもこれがね、ほんとこれ最後の準特急だと思うとね、なんかこう感慨深いですよね。もう今までね、高尾山口からね、もう準特急でここさらほどこう発車してったんで、これがね、ほんとに最後だと思うとね、なんかこれ感慨深いっていうかね、実感が湧きませんよね。私ってこう、京王沿線に住んでるんですがね、これね、今までこうさらほど準特急に乗ってきたんでね、でもこう当然ね、こう高尾山口からで、ね、準特急に乗ることっていうのはね、もう多かったんで、これが最後だと思うとね、なんか感慨深いっていうかね、まだこう最後っていう実感が湧きません。ではね、今回はこの列車に乗っていきたいと思います。いや、そしてこの高尾山口っていうのを決めようとね、こう準特急のこうコラボレーションっていうのね、これが最後ですからね。いや、ほんとこれね、何度も言うようですがね、なんかこう感慨深いっていうかね、ほんとにこれが最後だとはね、こう思えません。そうですね、早速車内に乗車したんですがね、今回私が乗った車両はね、これね、7000系の後部新車だったためね、LCD 液晶ディスプレイがついてたんですかね、こう高尾山口新宿駅のこう液晶ディスプレイはね、もう一生見れないわけですからね。いや、ほんとね、これね、今まで当たり前のように見てきた光景がね、これ見れなくなるっていうとね、こうなんともこう変な感じがしますよね。もう同じことしかさっきから言ってないような気がしますがね、まあそんだけね、まあ、これね、今違和感っていうかね、まあ、これね、感慨深いなって思っていて、ね、まあそういうことです。準特急を総合し、準特急は廃止となります。現在の準特急が新しい特急に生まれ変わります。これ途中からなってしまって本当に申し訳ないんですよね。お車掌さんからのね、おさよなら放送的な放送もね、こうなされました。まあ、これね、まだね、準特急自体はね、この後もね、こうたくさん走るってことでね、まあ、そこまで多くはなかったんですよね。まあ、でもね、こう高尾山口を発車する準特急は最終ってことでね、これね、まあ、前の方にね、こう数名、こう鉄道マニアの方がね、こう捉えてたんでね、まあ、これそれでね、まあ、ああいう放送してくれたんでしょうか。そして列車で高尾山口駅を発車。それもこれでね、高尾山口がこう発車する準特急はいないわけですからね、本当ね、もう違和感の塊っていうかね、もう感慨深いっていうかね、これね、
ですよね。ではね、私は今回はね、この試合に乗ってね、終点を新宿まで乗り通していきたいと思います。そして高尾さんっていうのはね、もうね、高尾さんの家から高尾まではね、もう全く間っていうのはね、こんな感じに単線になってるんですね。もうこんな感じに単線をね、こうぐねぐねとね、もう走っていきます。ではね、ここでこの皆さんに車内放送をね、こう動かしていきたいと思います。中年このトンネル間なのでね、お車内放送が聞こえない部分とかもあったかもしれませんがね、まあ、車内放送っていうのはね、こんな感じ。で、もう一回ね、お一人決めのね、こう高尾駅に到着いたします。この高尾駅ではね、こう中央線と乗り換えられる駅となっています。中央線っていうのはね、まあ、これね、まあ、こう都心的な区間、まあ、こう中央快速線って言われる区間はね、こう高尾までですね、京葉線っていうのはね、その時高尾山のふもと、高尾山口までこう伸びてるんですね。フレッシャー一人決め、高尾駅に到着。フレッシャーね、こう高尾駅を発車したんですけどね、すごい、タワーも走ってもね、誰もね、1号車にはね、乗ってこなかった。まあ、基本的にね、まあ、これね、高尾さんのうち高尾かもね、まあ、誰も乗ってないってこともね、まあ、あったりするんですよね。この高尾からも大体ね、まあ、こういう人乗ってくるんですがね、乗ってこなかったですね。これ結構ね、なかなか珍しいんじゃないですか。それじゃね、高尾のお隣、狭間にもね、こう続けて停車。京葉線準特急っていうのはね、まあ、これ高尾線内はね、各駅に止まっていきます。それじゃね、こう銀座にもね、こう特急が停車するね、目白台駅に到着。っていうのはね、こうダイヤ回線まではね、まあ、こう特急っていうのはね、まあ、こう高尾線内ね、まあ、こう途中ね、高尾と目白台にしかね、こう止まんないんですがね、ダイヤ回線後っていうのはね、特急をね、こう準特急とね、こう同じ停車駅にするんですね。っていうのね、こう銀座にはね、まあ、特急っていうのはね、まあ、こう高尾山口を発車するとね、途中ね、高尾、目白台、北野、高畑不動、静石桜ヶ丘、武梅河原、府中、調布、明大前、新宿、一本準特急っていうのはね、高尾山口を出るとね、途中北野まではね、この高尾線内の各駅、で北野を出るとね、高畑不動、静石桜ヶ丘、武梅河原、府中、調布、千歳烏山、明大前、鈴鹿、そして甲州との新宿なんですね。まあね、もう特急と準特急の違いっていうのはね、高尾線内の途中ね、狭間、山田、京葉、片倉、そして京葉本線のね、千歳烏山と鈴鹿がね、現在のこう特急と準特急の違いってね、なってるんですよ。それがダイヤ改正以降はね、こう特急の停車駅にね、これね、狭間、山田、京王片倉、そして鶴笠山、笹川を追加、つまりご準特急と同じにしてね、そして準特急っていう名前をね、ご廃止するって感じなんですね。だから今回のダイヤ改正ではね、実質的にご廃止となるのはね、特急なんですがね、まあ、これね、名前として企業のね、ご準特急、それ準特急っていう名前はね、日本唯一のためね、これね、まあ、ご準特急の方が注目されてるってね、まあ、そんな感じなんじゃないですかね。そしてちょっとこうカメラ斜めちゃってますがね、列車はね、山田に到着。そして続けて、京葉片倉に到着。京葉片倉からはね、徒歩10分ほどでね、JR 横浜線の片倉駅にね、これで乗り換えることができます。で、ちょうど反対にはね、こう、高尾山口駅の準特急のね、こう、5000系が止まってますね。5000系の準特急っていうね、なかなか珍しいっていうかね、まあ、これめちゃめちゃレアなわけではないですがね、まあ、これね、普通、他のね、シェアウェルに比べたらね、これ結構珍しいんじゃないですか。っていうの、京葉5000系っていうね、これね、確か2017年、こう、9月だと思いますがね、こうデビュー。そして、ね、横と2018年の春からはね、もう5000系のメインであるね、京王ライナーの運用にこうついたって感じなんですよね。これ9月からはね、これね、まあ、翌年2018年3月まではね、まあ、これね、しょっちゅう準特急の運用にもついてたんですよね。2018年の春からはね、めっきり準特急の運用につかなくなったんですよ。で、2020年にね、これね、5000系のこう増備車がデビューしてからね、またこうポツポツ準特急の運用につくことがね、まあ、こう出てきたんですよね。まあ、でもね、これね、2018年の春までよりかはね、準特急の運用につくことっていうね、こう減ってしまったんですね。で、これ確かね、これね、5000系の増備車ができたのはね、こう2020年の最初の頃だったと思うんでね、まあこれ大体ね、5000系がね、準特急の運用についてた期間っていうね、これね、まあ大体2年半ぐらい。それからそのうちね、こうまともに運用にこうついてたのはね、こう最初のこう半年だけですかね。いや、もう結構ね、これレアっていうかね、まあこれ珍しいんじゃないですかね。まあ最終日にね、これ結構いいものが見れましたね。そういうものクリシアね、北の駅に到着いたします。その北の駅からはね、京王八王子方面からやってきたね、京王本線と合流いたします。そして、ここから先っていう
モナコ準特急ティオネ、この上り線でも走るためね、最終列車ではね、なくなります。まあ、ただね、これね、確か、下りのね、最終準特急ね、確かね、京八王子をね、10時何分とかね、これ発車するね、準特急新宿行きだったと思うんですよ。だからね、今の時間がね、大体ね、6時ぐらいですからね。まあ、これあとね、4時間でね、下り最終準特急が走り、それにもこれね、まあ、本当にこう最終の準特急、ね、もう確かね、こう新宿駅をね、これ0時半だっけな、0時何分とかに発車するね、準特急の京八王子駅がね、これ本当にこう最終便なんですよ。だからね、まあ、これあとね、これ6時間後ぐらいにはね、京王線から準特急が切るわけですからね、これね、もう本当ね、まあ、あともう少しか見れない気はね、変わらないと思います。最終準特急っていうね、この駅で少々停車、この駅で回送列車と各駅停車のね、こう到着をね、待ってからのね、発車となります。まあ、これね、準特急が各駅停車の到着を待つってね、なかなか面白いと思うんですよね。もう京八王子方面からやってきたお客さんをこれ乗せてあげるためにね、こうやって各駅停車の到着を待ってからのね、発車となるんですね。すぐ向かい側の方にね、回送列車が到着。あの回送列車っていうね、まあ、これね、確かこれ5時新宿発のね、これ下り京八王子駅の京王ライナーでね、まあ、京八王子まで行った後ね、これね、またね、下りの京王ライナーとなるためにね、新宿までね、送り込み回送をしている途中のね、まあ、列車だと思います。でね、あの回送列車をね、こう先に行かせるんですね。次のね、改造列車についてね、僕は京王八王子からやってきたね、各駅停車が到着。で、こっからはね、多分ね、結構これ人が乗ってくるんじゃないかな。まあ、これね、高尾線内から乗ってくる人よりもね、京王八王子から乗ってくる人の方はね、まあ、この時間帯多いためね、多分こっから人はね、まあ、結構乗り換えてくるんじゃないかな。あ、すごい人いっぱい来た来た来た。まあ、そしてもう、まあ、ね、これ列車発車すると思います。それでね、北の駅を発車。まあ、でね、まあ、ここから先っていうね、まあ、駅をこうバンバン通過していくと思うんでね、まあ、ここはね、なかなかこう準特急らしい光景っていうね、う見れるんじゃないですか。まあ、でね、これね、引き続きね、この列車に乗っていきたいと思います。専門家列車ね、一つ目の通過駅、長沼駅をね、こう通過いたします。そしてですね、長沼駅通過。その長沼駅にね、これ、取説の人いなかったな。これ長沼駅のね、下りホームのね、京王八王子寄りのね、ホームの端からはね、結構これね、上り列車はね、綺麗に取れるんですよ。だからね、これね、下りホーム、京王八王子寄りのね、ホームの端にはね、これ、取説の人をね、いるかなと思ったんですがね、いませんでしたね。まあ、下りホームのね、新宿寄りのところにはね、取説の方ね、いらっしゃいましたが、それ今気づいたんですけどね、私の服ね、準特急のイメージカラーでもあるね、オレンジだ。またこれね、これカメラ入れてるやつですよね。まあ、これね、入れ物ね、オレンジでしたね。もう準特急とオソロッチ。まあね、まあ、そんなことどうでもいいんですがね。まあ、これでしたね、高畑不動駅に到着いたします。ここにはね、高畑不動尊の上ご中の塔がね、見えますね。それしてね、高畑不動駅に到着。続いてね、高畑不動駅からね、京王動物園線が分岐していくんですがね、動物園線の列車見えるかな。そして、ここちょうどね、本線下り列車とこう被ってしまいましたがね、動物園線の列車はね、こういなさそうですね。そこの高畑不動駅でね、まあ、さっきね、こう北の駅に抜かされた回送列車はね、今度こう逆に抜き返すんですね。まあ、なぜね、こう一回わざわざこれさっき北の駅に抜かれたのかっていうとね、まあ、この回送列車っていうね、まあ、こう京王八王子をね、これね、各駅停車よりもね、お前にね、こう発車する関係で、ね、こう北の駅にね、こう抜かさざるを得なかったんですよね。だからね、こう準特急目線で言うんであればね、こう北の駅こう仕方がなく、こう抜かれてあげたけどね、再びこう高畑不動でこう抜き返すってね、まあ、そういうことをね、まあ、そうするわけです。高畑不動を発車するとね、こう高畑不動検索っていうね、こう駅に隣接してあるね、京王電話がかなり大きな車両基地っていうのはね、こう見えてくると思います。そしたらもうそろそろ見えてるんじゃないかな。すぐ向こうに線路が広がってね、これ列車がね、こうなんだかこう止まってるのがわかると思いますがね、向こうに雨がね、高畑不動検索。まあ、今ね、こう夕方のラッシュ時間帯ってことでね、こう軒並み列車を出払っちゃってるみたいですね。時刻6時になったんでね、私はね、これね、この前に撮影、この前とかね、これね、ここに来る前に撮影してきたね、これね、ロマンスカー VSE のね、ショート動画がこうアップされてるわ。あっちはね、これね、京王以外にもね、小田急でもね、ダイヤ改正が行われるんですがね、僕
明日のダイヤ改正で、ね、まあ、これね、ロマンスカー VSE、白いロマンスカーですね。あれがこう定期運行を脱退するっていうので、ね、純特急の廃止ともう一つね、これね、まあ、今回のね、この目玉イベントと言いますかね、まあ、そういうのなんですよね。VSE もね、こう私とこう同年代の車両なんでね、これね、定期運行を脱退ってね、なんかこう悲しいですよね。で、この VSE にはね、今からこう大体1ヶ月ぐらい前にね、こう乗り休みに行ったんですよね。まあ、これね、今日ね、これちょうどね、下り最終列車が来るってことでね、この来る前にね、これね、玉川の橋のところにね、これ撮りに行ったんですよね。その動画がこう出てたんでね、もしよろしければね、この動画を見終わった後にでもね、この VSE のね、動画っていうのをね、まあ、ぜひ見てください。すでにね、こう、静寂桜川海域に到着。静寂桜川湖もこう有名なね、こう撮影スポットなんですかね、こう撮りつつ人もいなかったな。あ、でも新宿寄りの橋にはね、もういましたね。まあこれね、撮り鉄の人がね、こういっぱいこう、バシャバシャ配ってるとね、なんかこう、自分は特別な列車に乗ってんだなーってね、そんな感じがしていいですよね。列車、この静寂桜川湖を走るとね、これ玉川を渡ります。列車ね、そろそろ多分玉川を渡るんじゃないかな。あ、そしてここで列車に玉川を渡ります。で、この玉川を渡ることでね、列車はね、東京都日野市からね、東京都府中市へとね、入っていきます。そしてね、ウバイガラ駅に到着、JR 南武線を乗り換え、まあ、現在はこう主要駅でね、こう京王ライナーもこうやってまだね、まあ、これね、結構こう大きな駅ですがね、昔はね、こう特急っていうのを、ね、通過していたんですね。昔っていうね、特急、それから準特急っていうね、こう現在とこう停車駅が違いました。特急っていうね、まあ、現在の停車駅からね、ウバイガラが来たのがね、まあ、これね、止まんなかった。まあ、これね、現在の停車駅からね、ウバイガラと来たのを引いたものを、それ準特急っていうね、現在の停車駅からね、さすが通過瀬山、そして、ね、京王片倉、山田、狭間の3駅っていうのはね、ほとんどなかった。つまり、現在の特急と同じ停車駅だったんですね。で、最初はね、そうだったんですがね、特急っていうのはね、確かこう2011年だったと思いますがね、そこにこう消滅したんですよ。で、当時はね、京王ライナーもなかったんでね、準特急がね、京王の中でこう一番早い種別となってたんですね。そして、その後、確かこう2013年のダイヤ改正だったと思いますがね、これね、京王線の特急っていうのはね、復活。それで、京王線の特急がね、こう現在の停車駅に、ね、こうなった。まあ、これね、前の停車駅だとね、あまりにも早すぎるってことでね、まあ、現在の特急の停車駅になりね、それでね、その特急と格差をつけるためにね、準特急の停車駅にね、これね、笹塚、通過瀬山、京王片倉、山田、狭間5駅っていうね、を付け加えられたんですね。そしてね、こう、府中駅に到着いたします。その府中駅で大体ね、こう全体の半分ぐらいなんじゃないかなってね、思います。多分ね、まあ、それぐらいだと思います。それじゃあ、府中を発車。で、府中を発車するとね、こう、すごいでしょう。もう、準特急の本領発揮。まさにね、こう、府中を出るとね、その停車駅は調布。途中ね、東府中、玉霊園、武蔵野台、飛田急、西調布の5駅をね、連続通過。で、調布を出るとね、まあ、この先ね、こう、福田、国領、柴崎、辻ヶ丘、千賀のね、またこれ5駅連続通過。すでにこれ通過線も出るとね、これね、六花公園、八幡山、上北沢、桜上水、下高江戸のね、またね、こう5駅連続通過とね、この先バンバンね、こう駅をね、こう通過していくんですね。もうここから先はね、いよいよね、こう準特急の本領発揮。まあ、企業線のね、こう準特急や特急っていうね、こっちよりもこう新宿寄りでね、バンバンぶっ飛ばすなーってね、そんな感じですよね。すばくでしたね、東府中駅を通過するんですがね、向こうからこう何やら合流してくる線路があります。向こうから合流してくる線路っていうのはね、京王競馬場線。まあ、これね、東京ではこう目指しくね、こう2両編成の列車が走るね、まあ、結構こう面白い路線となっています。で、まあ、その乗り換え駅ですがね、準特急をこう容赦なく通過。列車が今通過している駅はね、飛田急駅。この駅にはね、こう隣接してね、東京スタジアムはね、これ武蔵野森スポーツプラザといったね、大きな施設がある駅ですがね、この駅をね、準特急を通過。ただ、それらのね、こうスタジアムで、ね、これは試合やね、なんかこうイベントが行われる時はね、準特急や特急がね、こう臨時停車することはね、終わります。この間の日曜日、つまりこう準特急にとって最後の週末にもね、これなんかね、馬娘かなんかのイベントがあったらしくね、まあそれでね、こう準特急はね、最後の臨時停車をしてましたね。さっきの東府中も同様でね、まあ、競馬場線の終点、府中競馬正門前の近くにあるね、東京競馬場でね、こう競馬が行われる時はね、準特急や特急がね、東府中に臨時停車をいたします。スマーク列車はね、こう調布駅に到着するんですがね、調布の手前でね、列車はこう地下に入ります。この先ね、調布からね、国領までの3駅間っていうね、列車っていうのはね、こう地下間を走るんですね。僕は開かずの踏切解消のためにね、確かこう2012年に、こう地下確保者がね、行われました。列車は調布駅に到着するんですがね、こう調布の手前でね、こう向こう側合流してきた線路があります。向こう側合流してきた線路っていうね、京王の相模原線。まあ、これね、橋本屋ね、多分ニュータウン方からやってきた路線ですね。それ向かい側の方にはね、これ橋本方面からやってきたね、これね、急行の元屋台駅かな、あれが止まってますね。それ向こうに止まって
と車両はね、東映新宿線ね、1万300型の初期車。あの車両っていうのはね、大変改正以降も残りますがね、まあ、でもね、今年度末にはね、もう引退してしまうね、まあ、これね、列車なんですね。まあ列車というか車両か。まあこれね、車両なんですね。まああの車両もね、これね、デビューしてからね、17年とね、まあこれね、VSE と同じね、もう年っていうかね、まあこれね、車両なんですよね。まあだからね、これ結構ね、これね、早期廃車ってことでね、結構話題になってますよね。向こうに止まってたのが多分10両編成のやつなんで、ね、これね、残るというかね、これね、2022年末以降もね、これ多分生き残ると思うんですがね、これね、8両編成のやつもいるんですよね。8両編成のやつっていうのはね、全部廃車になってしまうようです。まあ、ではね、ここでね、準特急の歴史についてね、お話したいと思います。準特急っていうのはね、2001年にデビューしたね、種別なんですよ。でも準特急がね、デビューした理由っていうのはね、これね、その当時っていうのはね、まあ、京王線のこれ早い優等種別としてはね、急行で、ね、特急がいたんですがね、まあ、これね、京王線っていうのはね、沿線に、ね、住宅地とかがすごいね、あるんですよ。まあ、動画見てもらったらね、わかるかもしれませんがね、そうあったでしょう。ですね、まあ、その中に住宅地が多いためね、これね、当然ね、来週時の利用者っていうね、まあ、めちゃめちゃ多いんですよ。でもこれね、急行と特急じゃね、そのね、お客さんの輸送っていうのをまかないきれないってことでね、ピンチヒッターとしてね、急行と特急の間に速さになる種別、準特急っていうのはね、デビューしたんですね。で、過去にはね、小田急やね、まあ、関西の方で、ね、近鉄などにもね、これね、準特急っていうのはあったんですよね。どちらもね、1900年代にね、これは、ね、消滅。で、まあ、準特急っていうのはね、デビュー当初からね、これね、日本唯一の種別として、まあ、これ走ってたんですね。で、これね、設定当初はね、これ、ね、まあ、京王線のね、新宿高尾山口間でしかね、走ってなかったんですがね、後に新宿京王八王子間やね、京王相模原線にもね、これね、準特急っていうのはね、新設されてね、まあ、これね、京王線のどこにね、でもね、走るね、種別となりました。で、まあ、その後ね、準特急っていうのはね、京王でこう、そういう長く走り続けたんですがね、まあ、こう、ついにね、この特急と準特急の停車駅の差がね、あまりにもこう少なすぎるってことでね、これね、準特急っていうのはね、2022年の春のダイヤ改正、つまりこう今日でね、引退してしまうってことはね、こう決定したんですね。まあ、部品ね、定期的にはね、まあ、こう京王本線で言うんであればね、笹塚と千鶴山の二駅が違いますがね、これ実際所要時間的にはね、2分程度しかね、変わんないそうです。っていうのは、ね、京王線っていうのはね、全線ね、北線、上下線路1本ずつのね、北線止めっていうためね、まあ、特急っていうのはね、停車駅が少なくともね、すぐ前の列車に追いついてしまうためね、これね、スピードっていうのをね、こう出せない。まあ、つまりはね、まあ、これね、途中ね、二駅余分に止まる列車とね、まあ、そこまでこう、所要時間が変わんないってね、まあ、そういうわけなんですね。まあ、これ個人的にはね、まあ、こう乗車券とは別に料金がかかるね、京王ライナーにね、こう JR みたいにね、特急京王ライナーみたいな感じに名前をつけてね、準特急をね、こう無課金で乗れる最速の列車にしてほしいなっていうね、まあ、あるんですよね。まあ、そんなことしたらね、まあ、地方の方から来た人からすればね、もういいかもしれませんがね、これね、もう一体こう普段から京王線を使っている人からしたらね、まあ、これね、混乱すると思いますからね、これね、まあ、これはね、まあ、仕方がないのかなってね、思います。全部の列車はね、こちらから最後に到着するんですがね、ここ全部ね、これは何やら工事してるのが分かると思うんですがね、何の工事をしてるかっていうね、京王線っていうね、今度ね、この鶴ヶ瀬山からね、これ笹塚までがね、こう高架化するってことが決まっていてね、まあ、その高架化の工事なんですね。列車そろそろね、こう鶴ヶ瀬山に到着するんじゃないですか。列車鶴ヶ瀬山駅に到着。まあ、この高架っていうのはね、特急にね、こう統一された後もね、今度はこう特急がね、こう鶴ヶ瀬山に止まるようになるだけですがね、まあ、こう変わんないんですがね、まあ、これね、まあ、準特急が止まるっていうのはね、もう最後ですからね。ですね、今こう鶴ヶ瀬山ちょうど発車するところなんですかね、ちょっとこう向かい側、今ね、これね、もうこの列車がこう発車しちゃったんで、分かりにくいと思いますがね、走ってたの特急、列車っていうのはね、鶴ヶ瀬山を通過いたします。もう鶴ヶ瀬山とね、さすがに関してね、通過する、まあ、こう無課金の列車が通過する風景っていうのはね、今しかね、こう見れない、僕は明日以降はね、こう見られない光景となります。人口高尾線内のね、京王片倉、山田、狭間の際に関してね、特急は止まるようになるんですがね、急行っていうのはね、引き通過するみたいなんですよ。まあ、特急と急行の逆転現象が起きてるっていうのが、こう面白いところなんですね。まあ、そのためね、無課金列車が通過する風景っていうのはね、引き続き見られるみたいです。そして今ちょうどね、こう8万円も通過してたんですね。もうね、こう師匠さんがね、また再びね、これね、まあ、準特急がこう廃止する旨をね、お話されていました。まあ、いわゆるさよなら放送ってやつですね。まあ、ただね、これね、動画撮っても私もね、まあ、ちょっとちゃんとこう聞こえなかった、なんかそんなようなこと言ってるなぐらいしかこう聞こえなかったですしね、まあ、こう動画もね、まあ、これ編集する前にこう、ね、確認したらね、入ってなかったんでね、こう皆さんにお聞かせすることは、ね、できませんでした。自分が列車ね、下高井戸駅を通過いたします。下高井戸駅はね、東急世田谷線との乗り換え駅、東急世田谷線の列車が見えるかな。そして
あ、これ超能力等級下がされる人いませんでしたね。どこに、もう向こうの、どこに落ちてたかどうかわかんないんですがね、向こうの方にね、こっちの方にやってくる等級下がされる人が見えたんでね、これね、もうちょっとこの列車が通過するタイミングが遅かったら、もしくはね、この等級下がされるのが早かったんで、見れたかもしれませんがね、まあ、残念ながらこう見ることはできませんでした。成功しても高いということではね、この列車も停車する明大前駅となっています。列車は明大前駅を発車、そのこと中継はさすがのみ、ここいよいよ終点の新宿が見えてきたなってね、そんな感じですよね。まあ、で、このラストスパートで、ね、乗っていきたいと思います。それでは列車はさすが駅に到着いたします。このさすが駅ではね、この先東京新宿線の方面にこう繋がっていくね、京葉新線とね、こう分岐いたします。その向かい側にはね、こう8両編成のね、東京13名方の直車が止まってますね。あの車両はね、もうこれ、ね、今年度末こう引退する車両ですからね、僕見れるのは今のうちですよ。それじゃあ、笹塚駅を発車。次は終点の京王線新宿。もういよいよ終点ですよ。もう今回ね、もうこれ、ね、一番長い区間乗ったわけですがね、もうこれね、もうすぐにこれ、着いてしまったなって、ね、そんな感じですね。それじゃあ、っていうのね、この先京王線新宿、まあ、こう終点までね、もう2キロほど地下間をね、走っていくことになります。それまく列車は終点の新宿駅に到着いたします。いや、もう本当にすごい早く感じましたね。実際乗車時間的にはね、もう1時間近くはね、終わったと思うんですがね、すぐにね、もう一瞬でこうついてしまったようなね、そんな感じでした。もうこれね、多分これ私にとってこう最後の準特急乗車になると思いますがね、いや、本当ね、これ乗り納めとしてはね、こういい乗り納めができたんじゃないかなって思います。もう高尾山口を出る準特急としてはね、これが最後でしたからね。列車は終点の新宿駅に到着。まあ、ではね、私は降りていきたいと思います。そこまで乗ってきたらしちゃってよね、折り返し特急京王八王子駅になるようです。いや、でも本当ね、これまで私ってね、京王線の準特急にこう何百回とこう乗ってきましたがね、もうこれ以降こう乗れないって思うとね、なんかこう悲しいっていうかね、なんか本当に感慨深いですよね。でもこれ最後っていう実感がね、もう本当これ何度も言うようですがね、湧きませんよね。そこまで乗ってきたらね、準特急がね、折り返し特急京王八王子駅として、ね、新宿駅を発車していきます。まあ、というわけで、今回の動画ではね、僕、高尾山口始発最初の準特急に乗ってきたっていう動画だったんですがね、これどうでしたか？いや、もうほんとね、僕ね、まあ、乗り納めとしてはね、もういい乗り納めができたんじゃないかなってね、思います。そこまで乗ってきた列車がね、折り返し特急京王八王子駅としてね、発車していきます。僕、よくラストランの時にね、僕、ありがとうありがとうってこう、手相マニアがね、こう叫んでるのはね、僕ね、皆さんもね、もう知ってんじゃないかなって思うんですがね、まあこれね、まあそういう気持ちがね、まあ少し分かったような気がします。まあこれ別に私は言いませんけどね。まあでね、ここで動画を終わりにしようと思うんですがね、まあこれね、まあ明日以降ね、お題が改正でこう変わったところっていうのをね、動画で紹介していく予定、もしかしたらこれ出した後かもしれませんがね、まあその動画っていうのをね、こう出している、もしくはこれで出す予定なんでね、皆さんもね、まあぜひね、これね、そちらの動画っていうのをね、まあ、見てください。まあ、ね、この動画をここまでしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、お願いします。では、ね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。